おりゃー。積んだもん、殺人の現行犯で逮捕する。主文、被告人も無期懲役に処する。被告人積んだもんの犯した罪は非常に悪質であり、死刑をもって望むのが相当であると判断します。はい。しかし、犯行当時被告人は17歳であり、少年法第51条により無期刑を科する。少年法とは、非行少年に対する処分やその手続きなどについて定める法律のこと。少年法51条、罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する。これにて平定する。よっしゃ、18歳未満で得したのだ。ここに一人死刑を免れた少年がいた。おい、囚人2010番、積んだ。今日からここで生活だ。はーい、せめて緑色の服が良かったのだ。そこは我慢だ。犯した罪を見つめ直し、被害者と被害者遺族への懺悔をするんだ。はーい、そんなのするわけないのだ。喧嘩を打ってきたのは相手なんだから、あっちが悪いのだ。模範囚1515番、ここでの生活を教えてあげてくれ。はい。模範囚とは、刑期を終えるまで刑務所内に収監されている囚人が規則を守り、違反をしなければ一定期間を過ごした時に呼ばれるものである。ズンダ、今日からよろしくな。よろしくなのです。ちなみにズンダはどうして捕まったんだ？僕は殺人罪でここに来た。だけど、少年法で死刑にならずに済んだのだ。ということはズンダ、無期懲役。残念だったな。なんでなのだ？死刑よりマシなのだ。まあこれから知っていくさ。良い子にしていれば30年くらいで出られるはずなのだ。よしっつんだ、これから刑務の時間だ。これから？まあいいのだ。刑務作業始め。せっせっせっと。おい、つんだ、そこ手順違うぞ、よく見てやってごらん。え、あ、ごめんごめん、慣れない作業は難しいのだ。ずっとここにいるんだろう、慣れるさ。よし、終わったのだ、ふぅ。つんだ、使用後は機械のスイッチを切れ、怪我するだろう。はぁ、はい。まだやったばかりだし、働いたことないから、そんなに言わなくてもいいのだ。ズンダ、何しにここに来たんだ？それはあの時誰かが通報して、ポリスに捕まっちゃったのだ。そしてここに連れてこられたってわけなのだ。ズンダ、ここでたくさんのことを学ぶといい。さあズンダ、次はここでの活動だ。ここは何なのだ？指導室だ。ここでは殺人を犯してしまったこと、被害者遺族とどう向き合うべきかを教育し指導を行うところだ。僕には苦手そうなのだ。被害者や遺族の心情を考えてみるんだ。模範囚どうだ？残された遺族がどれだけの悲しみや怒りを持っているか、毎日考えて、心が苦しいよ。どうしてあんなことをしてしまったのか、申し訳ない気持ちでいっぱいだ。僕も同じだ。僕のせいであいつの人生を奪ってしまった。遺族に消えてしまえと言われたこともあった。相手の人生を奪うこと、それは犯してはならない。ズンダ、何か思うことはあるかって言われても、あいつが僕に喧嘩を売ってきたから。おい、何を言っているんだ。人の命を奪ったんだぞ。いや、君も同じことをしたのだ。犯したことについてよく考えろ。落ち着け、ズンダ、今君には考える時間が必要だ。何を考えればいいんだ。いずれ気がつくものがある。少年刑務所と少年院の違い。少年が犯罪を犯した場合、家庭裁判所の審判によって処遇が決まります。しかし、一部の重大事件では成人と同じく刑事裁判で判決が下され、この実刑判決を受けた少年を受け入れるのが少年刑務所です。刑務所は刑罰であり、自分が犯した罪を償う、刑務作業を行う施設という位置づけになっています。それに対して少年院は、非行少年を社会に適合させるための矯正教育、更生させる施設という位置づけになっています。ところで、僕が20歳になったらここから出るのか？入所後に20歳を達した場合でも、26歳まではここにいる。その後、成人の刑務所に収容される。なるほど。10年後。ズンダ、今日の刑務作業は高齢者の介護だ。はいなのだ。ズンダ、相手は高齢者だから怪我をさせないように。わかってるのだ。お手伝いをするズンダモンなのだ。よろしくなのです。おう、よろしく。まずは、おむつ替え、正式そして着替えの解除だ。え、そんなことまでするのか？手伝っておくれ。わかったのだ。よいしょ、よいしょっと。質問してもいいのだ。なんだね？こんなおじいちゃんになるまで刑務所にいるなんて、どうしてなのだ？それは昔、殺人で捕まったからだよ。どのくらいここにいるのだ？忘れた、50年くらいかのう。そんなにいるのか？やってはいけない過ちを犯してしまったよ。仮釈放とかはなかったのだ。ふふ、ズンダ、仮釈放される奴がどれだけいるか知ってるか？たくさんいるんじゃないのか？甘く見ちゃダメだ。全国にいる無期懲役囚で毎年たったの10人程度だ。え、そんなに少ないのか？ここに残った無期懲役囚は年をとって、牢屋で衰弱死が待っている。え、それじゃあ僕もこのままおじいちゃんみたいになるってこと？その可能性が高い。ここから出られないのか？ああ、そうじゃよ。そんな。
歳も取れば、そんな感情もなくなるさ。ただ、早くこの人生が終わればいいんだ。そんなのは嫌なのだ。だが、それでいいと思わないかい？どうしてなのだ？自分たちの身勝手な行動で人の命を奪ってしまったんだ。自分の人生の心配をするなんて、傲慢じゃ。そう思わないかい？それは、そうだけど。おじいちゃん、もう外に出られなくてもいいのだ。ああ、そうじゃよ。人様に迷惑をかけてしまった。外に出てもまた人様に迷惑をかけて生きることになる。そんなのは、自分が生きていることが申し訳ない。ここで一生をかけて償っていくしかない。おじいちゃん。はあ、僕の未来はあんなおじいちゃんなのか？それは嫌だ、あんな風には。ねえ、仮釈放はどうやったらもらえるか知ってるのだ。経験者に聞いてみるのはどうだ？え、経験者がいるのだ。ああ、だけど、また戻ってきたんだよな。それは誰なのだ？あそこにいるやつだよ。聞いてみるのだ。ねえねえ、仮釈放されたって聞いたけど、本当なのだ？ああ、そうだよ。模範囚として無違反で30年近く過ごしてたからな。おお、希望の光があるのだ。でも、外に出て何をするんだ？それは、今までできなかったことをやったり、楽しんで過ごすのだ。30年後の済んだは50手前だぞ。その年にもなって社会経験がなく、人は辞めた気持ちを持って生活するのは想像以上に厳しいぞ。それに、仮釈放中はちょっとしたミスでまた収監される。そうなのか？せっかく外に出られたのにそんなミス。俺もそう思ってたさ。だけど、久しぶりの社会。いきなり社会のルールになれるわけがない。俺は駐車違反で最終巻となっちゃったよ。ただそれだけで？そうだ、誰にも頼れない。刑務所から出られたのに、どうして罪を意識して生活しないといけないのだ。それぐらいのことを犯したからだろう？はあ、うん。さあ今日はどうしてあの時、人の命を奪ってしまったのか、それについて考えてみてほしい。俺は自分のやったこと、他人の生活に責任感を持っていなかった。残された遺族、それに自分の家族にも迷惑をかけることをちっとも考えていなかった。そうか、なるほど。その日暮らしの生活をしていて、こういう結果になってしまったら、みんなが悲しむとか何も考えずに生きてきてしまったということか？それに自分、そして相手の人生のことを考えようとしなかったということか？はい。あの時の被害者の顔は今でも忘れない。ああ、俺もだ。僕もそうなのだ。衝動的に人を殺めて、その後のことも何にも考えていなかったのだ。命の大切さ、重さ、今になって気づいた。刑務所で一生を終える怖さを感じた時に相手も怖い思いをしていたのかなって。あの時。やめろ、ずんだ、やめてくれー。ああ、僕はあんな終わり方をしたくない、死にたくない。だけどこんな思いをするなんて、早く終わった方が楽なのかもしれない。楽に。早く人生が終われば。う？大丈夫か？被害者の怖い思い。おじいちゃんのような諦めた表情。あんな風にさせたのは全部僕の過ちのせいなのだ。どうしよう、なんであんなことを。後日。はあ。どうしたずんだ？やっとやっと気づいたのだ。あのおじいちゃんの姿を見て僕はやっと自分の人生について考えたのだ。死にたくないって実感を持ってちゃんと思ったのだ。なるほど。被害者も死にたくないって。ずんだ、これを。何なのだ？被害者遺族からずんだへの手紙が来た。そんな、僕は読めないのだ。いや、読むべきだ、向き合うべきだ。わかったのだ。ずんだもね、あなたが犯したことは絶対に忘れません。あなたには死刑になってほしいと思っていました。私たちはショックのあまり、仕事が続けられません。う？そして最後にこれだけ聞かせてください。どうして命を奪ったのですか？何の権利があって奪ったのですか？何を聞いても納得なんてできませんが、あなたの口から聞かせてください。あの時、その時の感情でやってしまった。特に何も考えていなかったのだ、理由なんて。どう償えばいいのか。僕は被害者、そして遺族の人生を奪ってしまったのだ。僕なんか、生きてちゃダメなのだ。刑務官さん、僕の命を終わらせてほしい。どうしてだ？もう償うことも取り返しもつかないのだ。僕ができる食材は命をもってでしか。無理だ。どうしてなのだ？遺族も僕も望んでいることなのだ。それがずんだ、お前の罪の償い方だからだ。犯罪者に未来があるなんて俺は軽く言いたくはない。でも、お前はお前が奪った人の未来を背負ってるんだ。だから苦しむしかない。いつかお前が死ぬまで、死ぬほど苦しむしかないんだ。はあ。でも生きるんだずんだ、お前は生きなきゃダメだ。それが、僕にできる唯一のことなのだ。そうだ。それから20年後、ここで犯した罪を見つめ直し、被害者と被害者遺族への懺悔をするんだ。模範囚2010番、ここでのルールを教えてやれ。はいなのだ。僕はこの刑務所で生きていく。どうやっても罪を償い切るなんてできないけれど、一生が終わるその最後まで、自分の罪から逃げずに生きていく。
日本での受刑者は、毎年5万人前後が収容される。苦しい思いをする人が減ることを願って、